唐津市の2カ所の養豚場で発生した豚熱について県は半径3キロ以内にある7つの農場を検査したところ全て陰性だったと発表しました豚の殺処分などが進められている豚熱について県は発生した養豚場から半径3キロ以内にある7つの農場を対象に発生状況確認検査をおとといから進めていました 230の検体を調べた結果いずれも異常はなく陰性で現時点ではこれ以上の感染の広がりは確認されませんでした。